行者が出現し、世界は危機に陥った。しかし、時を超えた者たちの尽力で、人間は一致団結していた。皆が勢力を超えて手を取り合い、行者と妖魔軍に対抗していた。ところが、そのような時流に従わぬ者が一人いた。蹔海である。蹔海は、行者出現の混乱に乗じて洛陽を制圧、その地を都として己が国の成立を宣言したのである。天津さえ周辺勢力に宣戦布告、領土を拡大しようとしていた。世界が危機に瀕し、皆が協力している時にあまりの愚行、元同僚として長く近くにいた者として当該は蹔海を止めに行く決意を固めた。このような世界の危機に己が国を築かんとするとは、蹔海殿、なんという愚行を。この事態は早急に収めなければ。もし野心を持つ他の者まで続いたならば、人間同士の結びつきは崩壊してしまいます。そうなってしまっては、妖者を倒すことなど不可能でしょう。ならば蹔海殿を止めましょう、我らの手で。東西東西、前田刑事の大歌舞伎開演開幕だ。洛陽城内への潜入に成功した。これより敵防衛線の背後を突く。味方本隊を援護する。人相な攻めだな。この程度で私の防衛線を破れるものか。一息に押し返し殲滅しろ。この門は仕掛けで開く。どこかに装置があるはずだ。ここで無理に攻める必要はありません。勇敢を信じて戦線を維持する。良い働きを見せてくれ。これで先に進めよう。あの同胞は厄介ですね。放置しておいては被害が増すばかりです。悔しいが、ここは引かねば。敵将討ち取った。何、背後から敵だと。どうやって。予報の隙はこの者が取っている。早急に打ち破ろう。変わりましょう。この攻撃が止んだ。当該殿がやってくれたようですね。私の知略に勝てんと思いか。この戦ぶり手本といたします。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。悔しいが、ここは引かねば。終着至極に存ずる。当該殿、迅速な救援ありがとうございました。自分は任務を果たしたまでです。
礼には。執着至極に存ずる前だけ通じる扉は固く閉ざされている。外から開けるのは困難だ。ならば内より開けてもらいましょう。三方より玉座の間を包囲します。そのまま圧力をかけ投降を促します。敵は集められてまだ日が浅いはず。紹介殿への忠誠心があるとは思いません。私は正面を担当しましょう。では自分は東を。それがしは西へ向かいます。私はよくやった奴らを進ませるな。押し返せ。前田刑事参上。私は敵が迫ってるのか。このままでは幼女の襲撃がいつあるとも知れない。城内の装飾はそのままなの。自分にはこれが紹介殿の心に飾りつけ精一杯に矜持を保つ。紹介殿の行いは間違っている。それを疑う余地はありますまい。ならば止めましょう。我らの力を合わせて。勝負だ。かけましょう。手本といたします。行為は完了したようです。コレス殿、聞こえますか。あなた方はすでに包囲されています。紹介殿についていても待つのは破滅のみ。我らに投降なさい。もはやこれまでか。行きましょう。魔族の王を止めるのです。紹介殿、かような世界の危機になぜ。世界の危機など知らん。私はただ目の前に伸びる英達の道を歩んでいるだけだ。混乱に乗じて己の勢力を拡大しようだって。あなたは何を考えているのです。
そなたの振る舞いは間違っている。ふん、負け犬ど。私の邪魔をするなら処分するだけだ。私の邪魔をするな、負け犬ど。私は選ばれた人間だ。お前たちなら負けるはずがない。なぜだ、なぜ私が負ける。敵将、討ち取ったわ。これが無限転身流よ。なぜ私が敗れる。私は選ばれた人間のはずだ。強い信念を持ち貫かんとする姿勢は立派だ。だが時を誤っている。今人間同士が争っている場合ではありません。皆で協力せねば滅びに沈むのですよ。あなたが手にしようとしていたものも。どうやら機を見誤ったようだな。いいだろう。この小式の力お前たちに貸してやる。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で。さあ、とも…あの、お酒が…今日は夜通し飲み明かす。ありがとうございます。